おそす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。久々。注目コース難しいから一番上にあったスピードランいきます。マリオデッセイ、マリオメーカー、スプラトゥーン、マリオカート、いろいろあるけどね。今ちょっとマリオデッセイの流れが。最初これで死ぬか、相当やばいな。あ、なんか、やばいこれ、相当やばい。相当変な感じする。久々にマリオメーカーやるからさ、やばい、詰まった。ちょっとワクワクしてたんだけども、やばい、想像以上に黙っててやばい。はい。いやー、危ねえ、かぶる。これはかぶる、いい反応。そのまま降りて、ジャンプして、これはこうか。で、持ってって、ジャンプして投げて、ドアに入って、三段ジャンプくせえな。うわ、1、2、これは暗いやつだった。一応ファント見れるけど、持ってくよ。かぶる、はい。これは上だね。素直に上。ここも、そのまま降りて、ストックスピン終わったかも。あー、罪モンスター。ひー。え、ちげ。まだあるか。いや、ダメだな。あ、いや、大丈夫だった。あれ？あ、そっか。一個手前のやつだったか。危ねえ。メット捉えて終わったと思ったら大丈夫だった。一応ベストタイム出てんじゃん。やばいな。ちょっと、リハビリしないと。ちょっと緩めのコースでリハビリしようと思ったら全自動じゃねえか、これ。全自動じゃねえか。おー、ボムヘギリギリ当たらない。え、これトゲ当たるよね。なあ、そっか。そのまま下に落ちるのか。で、ベルトコンベアによって T 押しに乗りまして、音符を使って右に進んでいく。戻されて青ドクロ乗って、おー、ヨッシーだけが抜けていったわ。嘘だろ？これかわしてくの？マジ？お、すごい！お、当たらない。まあ、ほとんどワンは下だったけど、最後の方は。これ、ヨッシーに乗らない。ここは乗らない。ちくわ落ちて右に進む。よいしょ、いい！最後ヨッシーでした。これ面白そう。クローニってことだね。ブラックパックに追いかけるスピードラン参りましょう。しゃがんでもかわせないか。あ、このレベルだったら全然問題なさそうだな。ほんとか？どれくらい話せるかじゃあ行きますか。やばい！早くも詰まった。いや、もうなんかブラックパック見えないもんね。だいぶ余裕はあるのではないでしょうか。やばい、動き相当鈍ってんな。これやばいな。最初の方本当にちょっと、本当にちはやですかっていう感じだと思うんですけどね。おっと！あっ、危ねえ！これは？あ、いや、いいのか。あれか。裏側か。オッケーオッケー。はい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 。これ今壁、激ムズ壁結果コースとかやっても多分できないんだろうな。ヒップ耐久とか。一応できるか。一応できるな。でもプレッシャーがある中でやりなさいって言われたらわかんないからね。クローには全然追っかけてこない。ヒップ耐久練習する余裕はあるな。おっと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 。いや、でもなんだかんだ来てるんだよな。なんだかんだ来てるけど、おっと、急に落ちてきた。でも全然なんか、追われてる感ないですね。あ、危ねえ！下が空洞だった。終わってたの、今。オッケー？はい？オッケー！実況の、マリオメーカーの実況のリハビリみたいになっちゃったね。やっぱリハビリするにはスピランがいいんですよ。タイムアタックスピードラン参りましょう。一応、目は追いついてってるけど、ああ、上行くと速くなるんだな。なるほどね。ここはしゃがみで進んで投げましょう。どこに入った？90秒走らせる感じだよね。難易度はそんなに、うわあ！そんなにな、高くはないんだろうけど。そっか、クルーン入れてあげるとより速いのか。最初のベルトコンベア分考えると、だいぶ遅れは取ってると思いますが、それでもそこそこなペースでは来てるかな？詰まってしまった。早め投げ。2回目チャレンジしようにもちょっとね、秒数が長いからね。まあ、ここはリハビリ枠ってことで、これ走ってて大丈夫なやつでしょう。受ける。なんもない、なんもない。上。はい、はい。
はいと来て、ここは上くるんでいきましょう。なんもねえ。じゃあ右選択、そのままストレートを選択。はい、投げて投げて、土台に入った。残り44秒。花瀬さんがいますね、しっかり踏んで。ここは投げていく。ファイアーボールか。これは打っていく打っていく打っていく。オッケー、ドトンって打っといて、ここは食らうんだね。大丈夫、スターラン一気に食う。同感入って、さあ、あ、ゴールだ。90秒走るわけじゃないんですね、まあ、実質60秒くらいか。グリッチ、バグみたいなもんですかね。バウザーの狂気的なバグ、クッパの狂気的なバグなんすか。あれか、ファイヤーが吹けなくなりますよってことを言いたかったのかな。今度はエンディングサウンドグリッチ、最後の曲のバグかな。ほじゃねえわ。鍵のウェーブが見れるみたいですね。7月24日にいただきました。ありがとうございます。鍵の究極奥義、ウェーブアタック。うわ、このパウか。このパウ放ったら見れるわけだ。うわー、いきます。3、2、1、ゴー。もう一回行こう。いい音したなー。あー、いい音。たまんねえ。もう一回行こう。この音好きだわ。今日ちょっとリハビリしたいんで、スピランを多めに行かさせていただきますね。よいしょ。三段ジャンプか。オッケー、いい流れ。このまま左で OK で、ドアに入って、反応 OK、ハイスピン OK。大丈夫、大丈夫、ドーン。これは流れで行って大丈夫なやつですね。で、自分は、上と。OK。で、今度はこっちに戻って、ファイヤーバーに気をつけながら、すごいな、ファイヤーバーがちゃんと死ぬように設定しておりますね。真ん中抜け。で、ドア入って反応。よし、OK。1、2、3ガリアで踏んで、そのまま上、そのまま下。投げて壁キックだ。おっと、あーあーっと、詰まってしまいましたが、よいしょ。あ、被るんじゃないんだ、スピン。いい反応、いい反応、いい反応。素晴らしい反応が見れた。ここは素直にくるんでして、ドカン、ドア入って、三段ジャンプ臭い。オッケー、しまった、ファントム入れ損なったし、ちょっと稼げたのに。まあいいでしょう、ドア入って、これは大丈夫、何もしなくて。上だっつね、いい反応。このまま右、うう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 、はなちゃん、はなちゃん、オッケー。まだちょっと怪しいのはタイミングよくスピンだね。タイミングよくスピンするのがちょっと怪しいな。食欲の秋、食欲の秋、全然秋の味覚食べなかったな。サンマ、俺サンマ今年1尾も食べてないんじゃないかな。当然松茸なんて食べないしね。キノコ類も食べてなさそうだな。あーでも、あーでもな、梨、梨食べ、あ、梨食べたか。でも梨はどっちかっていうとお酒の方で飲んだな。梨味みたいな。全然秋の味覚を堪能しなかった。普通に肉ばっか食ってたわ。普通にプロテインばっか摂取してたわ。もったいないね。せっかく日本にいるのに。いろんなもの食べれるからね。一応東京に住んでるからさ、いろんなものが食べれるんですよね。お店行けばね。でも全然堪能してないや。月に2、3回外にご飯食べに行ったりすることがあるけど、決まって肉だからな。肉ばっかだからな。そんな話してたらいつの間にかゴール。おー、気になるな、その鍵ドア。なんだこれ、80年代のワークアウトテープス。
あの、あれだよね、 DVD の1個前の VHS ってやつだよね、これね。お、間抜け。うわぁ、今度は下抜けだった。あー、危ねえ。下抜け、OK。はい、上抜け。上抜けが怪しい、これ。え？時間ねえぞ。真ん中。下。次は大きめのジャンプ、はい。はい、真ん中。はい。下、OK。はい、真ん中。次、大ジャンか？違う、真ん中じゃなくて下で、大ジャンからの、大ジャンからの、よいしょいー。全然その、80年代のテープの絵柄だけだったね。特に何かがあるわけではなかった。ハロウィンスピードランっぽいですね。じゃあこれラストいきましょう。もうハロウィン過ぎちゃったけどね。参りまーす。はいはい、三段ジャンプから走って投げてジャンプして壁キック。うわっ、気配がするよ。しゃがむ、ジャンプしてしゃがみちょっと待って、減速しちゃった。やーぶねー。オッケー、ここか。反応、オッケー。2、あー待った、耐えて戻って、よいしょ、足ずれちゃったー。よいしょ、よし、ひょいからの持って、ここ、オッケー。で、あー、こうやって、あ、死にそう、これやば。大丈夫、耐える。はい、オッケー。右に進んで、ここ。はい、はいはいはい。はい、食らって大丈夫。そのまま土管に入ります。素晴らしい。Z？ はい、はい。あー、ギリギリ耐えた。あー、ヒップだ。あー、もったいない、時間ロスだ。左に進んで、雑食、雑食、雑食プレイ。雑食プレイ。はい。鍵ドアに入って、反応 OK！ うーん、ふん、違う！はい。あー、投げた。大丈夫。かー、死ぬ。生きてる。残り11秒。耐えて。OK、ドア、土管入りました。あと9秒。多分ギリじゃん。2、3ガリ。はぁ、待て、死ぬ。ちょっと、マッチョ。まだまだゴール前まで行ったとはいえ、死ぬ要素はいくらでもあるスピランだから注意していきましょう。 OK。 あー、ちょっと詰まってしまったぞ。でも時間に余裕あるタイプだったから、落ち着いてやるべきジャンプをこなしていく。マリオはただジャンプしとけばいいんだ操作は俺に任せろ。一連卓上でいきましょうね。はい、ジャンプして、怖え、ここが怖え。クルーン入れなくて大丈夫です。で、ギリスピン入れて、結構ギリギリやんないと届かないから気をつけてください。ヒップドロップで雑食プレイが始まりました。はいはいはい。で、鍵ドアに入ります。で、ここでヨッシーとはお別れ。そのまま降りて投げて、 OK。 はいはいはい、はいよー、オッケー。ねえ、これが肝になるんだよな。このメットが肝。これがないとダメなんで。ギリジャンで2の3がり、オッケー、入って一回食らうんで、オッケー。メットが絶対に必要だったんですよね。よし、動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、じゃおー。